主イエスキリストの皆を褒めたたえます。改めておはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。この箇所はとても有名な箇所で、カトリック教会ではここからマリアの取り次ぎっていうのを言っているところですけれども、今日はまあそういうことはあまり論点ではなくて、イエス様は奇跡をなさいました、初めての印って書いてありますけれども、ここから始まってヨハネの福音書は7つの印、奇跡がありますけれども、イエス様がキリストである、救い主であるということの印となる奇跡ですね。それをこれから見ていきたいと思っていますが、今日はその一番最初の、水をブドウ酒に変えるという、その心に目を留めていきたいと思います。また、ここからその、マリアの取り次ぎというのは間違いである、そういう解釈は成り立たないということも、ね、少し触れておきたいというふうに思いますので、主に期待してですね、御言葉に聞いていきたいと思います。それではまず神様を賛美して、それから御言葉に聞きましょう。お立ちになれる方はどうぞお立ちくださって、そしてですね、賛美をしたいというふうに思います。座ったままでも全然結構ですので、あるいは土地でお座りになられても構いませんので、心から礼と誠を持って神様を礼拝したいというふうに思います。それでは最初に77番の方の詩篇127編をしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。いいかな。はい、それではよろしくお願いします。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこの世に備えてくださる御心も価値も主の賜物。愛の実は報酬である。若い時の子らはまさに牛の手にある矢のようだ。最後になことよ、薬事をその矢で満たしている人は彼らはもって敵語り、時にも恥を見ることがない。それでは、有志をというですね、オールウェイズスマイル、オールウェイズスマイルの歌った歌ですけども、これを、今日はオールジェネレーションズでやりたいと思います。それではよろしくお願いします。主がいつまでも共にある。恐れずその優れた剣を手に、この戦いの海は永遠、ただことはそのままに。
っすぐ進め、出た傷さえ癒され主よ、主がいつでも共にある、恐れずその優れた剣を手に、この高いの福音は永遠、あなたはあなたはそのままにまっすぐ進め、すでに十分で、時はすでに満ちてきた、この力のまま進め、戦わす宝、主がいつまでも共にある、恐れずその優れた剣を手に、この戦いの福音は永遠、さあそのままにまっすぐ進め、天の希望ですね、天の希望、そして、天の窓を開いて賛美したいと思います。God
上のものではなく永遠に価値のあるもののために生きる天に向かって出して進み歩み続ける地上のものではなく永遠に価値のあるもののため聖なる都天のエルサレム目指して進み歩み続ける歩み求めるのではなく、あなたがまず愛することをなしなさい。あなたがまず十字架を祝いなさい。そしてあなたがまず私に向かって大胆に祈り求めなさい。愛する子よ、私はあなたに私の霊を注ぎ、私の祝福を与え、あなたを通して多くの恵みと私の愛を人々に解き放っていこう、そいでいこうと主を教えます。人に求めるとき痛むことがあります。人に求めるとき傷つくことがあります。
しかし愛する子よ、あなたが私に求めてくるならあなたは満たされるだろう。許されている全てのことの上に丁寧に感謝をしなさい。なぜこんなにうまくいかないのだろうかと思うことは許されることがあります。一つや二つはありません。八方塞がりに見えることがあります。なすことすることを全てうまくいかないことがあります。しかしそのことの上に一つ一つを丁寧に丁寧に感謝していきなさい。投げやりでもなく諦めでもなく、私の愛を信じて、私の最善を信じて感謝をしていきなさい。私はあなたの霊の目を開き、私の愛と最善を示していこう。そしてあなたの前に新しい扉が開かれ、すべてのことが何一つ無駄ではなく最善であったことをはっきりと知るようになる。そしてあなたは驚くべき主の勝利を見ていくだろうと主は仰られます。私はすでにこの終わりの時代に照準を定めて新しい計画を立てている当主は言われます。このあなたのために新しい計画を立てている当主は言われます。それゆえこの傷つくようなこと、なぜと思えるような事柄が後の日にそれが宝となっていることに気づくであろう当主は言われます。この私の導きに信頼して歩んでいきなさい当主は言われます。私の計画は完全である。私の思いはあなたの思いよりもはるかに高い。私はあなたに言葉を与えよう。私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道はあなたの道とは異なる当主は抑えます。しかしそれは祝福の道、祭典の道である。私に信頼しなさい。私の愛はあなたに注がれています。そしてもっと増し加わっていきます。私に信頼しなさい。私は決してあなたを見捨てず、決して裏切らない。私はあなたを豊かに祝福していこうと称されます。イエスよ、主の御前喜び集い、すべてを主の御手に委ね、礼拝しよう。大いなる皆崇める顔を、感謝の歌、賛美の歌、声高かに、イエスよ、あなただけを心から讃える。イエスよ、あなただけを心から愛する。イエスよ、あなただけを心から讃える。イエスよ、あなただけを心から愛する、心から愛する。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この大礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。神の使命の浅い教会の主任牧師であるあなたが牧会しかさっている数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊様、御言葉を通して私たちに慰めを与え、励ましを与え、主にある希望とビジョンを与え、御言葉をもっと私の信仰を養い育んでくださって、あなたが与えようとしかさっている勝利を、祝福を、成功を、恵みを、
豊かに受けることができるようにどどみちびていってください。語るものも聞くものも減り下ります。語ってください。聖霊様が必要なことを導き示してください。イエス様、あなたの前に語るものも聞くものも減り下ります。語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、心からあなたを愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。